はい、それじゃあね、今回は四角7番の2遺伝子雑種と、あと四角8番の独立の配偶子形成と受精異というね、お話をしていきます。はい。それではね、まず2遺伝子雑種ね。今までね、1遺伝子雑種っていうのをやってたんですね。遺伝子ね、2関係、遺伝子ね。一つの対立遺伝子だけを考えたんですよ。ね、ラージ A とスモール A みたいなね。これ一つの対立遺伝子だけを考えたんですけど、こっからは一つじゃなくて、ね、二つとかね。ね、下手すりゃ3つとかね、そういうのを考えていきましょうということです。はい、 OK ですか。じゃあいきましょう。はい、括弧1番独立の関係にある遺伝子ね。はい、いきなりなんじゃそりゃという話ですよね。はい、右側のねところの図見てみてください。右の図ね、右の図を見てみたらね、こんな風に書いてますね。よいしょ、あーっと、はいね、ちょっとサボりますね。そこに書いてあるやつよりさらにサボりますねっていう意味です。はい。ね。あ、そこに書いてあるやつね。真ん中に丸っこいの書いてありますよね。丸っこいの。丸っこいのそれ同源体のつもりです。同源体のつもりね。はい。その同源体さえもうサボります。はい。サボって。で、これラージ A とスモール A と。で、ラージ B とスモール B と。で、ラージ D とスモール D ってあるんですね。ね。染色体ね。違う染色体に乗ってる遺伝子同士、ラージ A とラージ D とかね、ラージ B とラージ D とかね、ラージ A とスモール D とかね、ラージ B とスモール D とかね、まあそういうね、別の染色体ね、別のね、これ同じ色で書いてあるやつは同じ番号の染色体、同じ染色体ね、同じ染色体ね、で青色で書いてこれ同じ色で書いてるやつは同じ番号の染色体ね。染色体には1番、2番、3番、4番とかね、番号がついてて、ね、その同じ番号の染色体ね、同じ番号の染色体。だから赤と青っていうのは違う番号の染色体ですよ。ね、で、違う番号の染色体で、で、に乗ってるこの遺伝子同士ね、ラージ A とラージ D とか、ラージ A とスモール D みたいな。ね、こういうののことをそこに書いてある、独立の関係にあるっていうんですね。はい。で、異なる相同染色体上に存在する3つの対立遺伝子のことを言いますよと、ね、異なる相同染色体同士ですね、同じ相同染色体、これ相同染色体ね、相同染色体、異なる相同染色体同士のところに載っている遺伝子ね、ね、こういうの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 みたいなやつですね。はい、のことを独立の関係にある遺伝子になりますよっていうですね。一方連鎖の関係にあるっていうのはね、同じ染色体の上に載ってる遺伝子ね、ここで言ったらラージ A とラージ B とかね、スモール A とかスモール A とスモール B みたいなね、こういうのは連鎖の関係にあるっていうんですね。はい、 OK ですか。で表し方としてはね、まあそのラージ A とラージ B ね、でカッコスモール A とスモール B が同じ連鎖群に属しているって書くんですね。でそれでその書き表し方をそこに書いてあるようにこういうふうに書いたりするんですよOK ですか。まあでもこの連鎖群の書き方ね、正直あんまりね大学入ってから使わないですね。大学入ってからはこんな書き方しないですね。はい、なんでか分かんないですけどね、普通に連鎖とか書いてますね皆さんね、大学の先生たち、ね、まあ僕これこの表し方好きなんでこの表し方使いますけどね。はい、でその後四角8番ですね、独立の配偶子形成と受精異っていう話です。はい、 OK ですか。今まで大丈夫ですかね、独立と連鎖ね、これとこれは連鎖、これとこれは独立ですね。はい、よいしょ。で四角8番いきましょう。四角8番、独立のの配偶子形成と、なんちゃかなんちゃらってやつですね。配偶子形成と受精ってやつですね。はい。の括弧1番ね。はい。独立の関係にあるやつだったので、まあさっきで言うとね、A と D みたいなやつなんですけど、まあ順番にね、A、B でいきましょう。ね。A、B の順番で書いていきましょう。はい。まず一番最初ね、そこに書いてある通り。ね。よいしょ。これも全部色変えて書くのもね、邪魔くさいので、ちょっと横着しますね。皆さんの授業プリントにはね、ちゃんと色変えて書いてありますから。ね。こんな風にあって、で、これを、ね、まず原数分裂して配偶子作るわけですから、ね、複製するんですね。複製ね。複製しましょう。ってことで、複製して、で、さらにね、追合もさせてしまって、ね。よいしょ。ピッピッピッとピッ。ああ、こう、線入れ替えた方がいいな。よいしょ。
こんなんなってたらね、相同染色体同士は別々の配偶子に分離していくっていうね、分離の法則で、さらにこれ独立ですね、これとこれ、これとこれ独立の法則ね、独立の法則のとこ見直します。事業プリントの2ページ、独立の法則、配偶子形成時2つの対立遺伝子 A と B、 ラージ A スモール A とラージ B スモール B はランダムに配偶子に入りますよ、ね、言ってる意味よく分かんないと思いますけど、ね、これの組み合わせとしては、ね、この後、まあ、とりあえずじゃあラージ A に関してだけ原数分裂させします。さっき原数分裂させてしまったらラージ A とスモール A ってこうなるじゃないですか、こういうのね出てくるじゃないですか、ね、でこういうの出てくるんだけども、ここにあと B のやつね、 B のやつも割り方としては、ね、B だけにしか注目してないですよ。上は A だけね、下は B だけにしか注目してない。だからその事業プリントとはちょっと注目の仕方が違いますよ、ね、事業プリントの方法と今からやる方法とどっちが理解しやすいかっていう問題です、ね、どういう組み合わせで持ってるか、持てるか、ね、こいつとこいつとか、こいつとこいつとか、ね、あとこいつとこいつとか、こいつとこいつとか、ね、こういう組み合わせで持てる、ね、A、B に関してはっていうのは、まあ要は独立の法則ですよ、ね、ランダムにこいつは自分の、自分のね、まあ、組む相手をね決めれますよっていうことです。だから最終的にできてくるのはどんなものが できてきますかっていうと、こんなん、こんなん、こんなので、こういうのができますよということがそこの事業プリントのところに書いてあるわけですね。 OK ですか。ラストね、上とね下でこう割り全部ちゃんときれいに割ってますけどね、その最終的なカッコ2番ですね、カッコ2番のところはこういうふうにできてきますよっていうことが書いてあるんですね。まあカッコ1番のところはね複製してちゃんときれいに全部割っていったんですけど、まあこういうね組み合わせのやつがあるのであればね、こういう遺伝子型のやつがいるのであれば、こういうふうにね配偶子は分離していきますよと、1対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 1で分離していきますよっていうのはね、まあここの間をもうすっ飛ばして、ね、遺伝のことを考えるときはね、この間をすっ飛ばしてもここにパッと行ってくれればいいです、ね、さっきの一番最初の1遺伝子雑種の時と一緒ですね、これに関しては、ね、はいってことです。でその次のページにペラッと行って6ページよいしょ、ちょっと黒板変えますね、よいしょ、6ページ家系図の話ですね、はい、家系図でやっていきましょうってことですね。はい、じゃあこれもね事業プリント書いてありますけど、まあ一個一個ね、まあ、再現していきますね、はい、まあ一番最初、おお、これちっちゃすぎますね、ちっちゃすぎる、ちっちゃすぎる、こっちから先書くか。遺伝子型ラージ A ラージ A ラージ B ラージ B ね、おやっと遺伝子型スモール A スモール A スモール B スモール B の親がいて、色は、あ、そういう風に変えてるのか、なるほど、これは色変えるのがめんどくさいですね、なかなか、よいしょ、これ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 でいきますか。ちょっと皆さんの授業プリントとは色の配色が違いますが、あ、なるほど、そうか、ラジエもう一本書かなかね、二本書かなかも、よいしょよいしょ、ラージ A ラージ A、ラージ B ラージ B でスモール A スモール A、ちょっと場所変えますね、下向こうとこいつとなんかちょっと対立遺伝子の遺伝子座の場所がおかしいですけど、ちょっと板書の都合上変えます、はい、でこいつ原数分裂して配偶子を作ると、ね、もう2つに割ってってしたらいいんですね。まあ割ってて、まあ、この組み合わせのパターンはこれはね、ラージ A とラージ B しかないですね、はい、ラージ A とラージ B、白緑、もうちょっと遺伝子型書かないでいきますね、はい、でさらにこっち側はね、配偶子はスモール A スモール B ですね、はい、でこいつらを
合体させるんですね。はい、合体受精ですね。受精させたらどんな個体ができますか。白、緑、赤、青っていうね、全部持ってるやつですね。白、緑、赤、青引いてもらった。赤、青ですね。ってことですから、遺伝子型としては、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B ってなんですね。はい。OK ですか。表現型は書いてたっけ。よいしょ。なんでこれページがペラッとめくれちゃうんだ。表現型は、ん、表現型、あ、書いてない。表現型、これ表現型なんですか。こいつラージ A、ラージ B ですね。あ、ちなみにこいつらも表現型は、あ、こいつらは書いてあるんですね。ラージ A、ラージ B とスモール A、スモール B ですね。はい。で、こいつをまた原数分裂させて配偶子作るんですね。そしたらどんなパターンがあるかなって、4パターンですよね。さっきやりましたね。4パターンで出てくるんですね。さっきやったこれですね。これ上の、上でさっき上に上げちゃったやつですね。さっき手前でやったのと一緒ってことで、よいしょ、よいしょ、キュッキュッで、キュッポイで、ポイポイとね。ラージ A、ラージ A、ラージ B と、ラージ A、スモール B と、スモール A、ラージ B と、スモール A、スモール A、スモール B っていうね、配偶子ができてくるんですね。で、これをまた自家受精してみましょうっていう話ですね。自家受精。ね、そしたら、ね、もうこれ、5番の目標ね。さっき書いてた表ですね。表の、あの表のことね、5番の目標って言います。そういえば、名前の忘れてましたね。あの表のこと、5番の目標って言います。あの5番の目標ってやつを使って、交配の再現をしていきたいんです。交配の流れを追うときには今書いたような家系図で、最後の最後の爪はこう、5番の目標っていうのを使って、ね、どんな子供ができてくるのかなっていうのを確認していくんです。あ、ちょっとずれた、ごめん、ちょっと勘弁してください。ずれましたけど、ラージ A、ラージ B っていうのと、ラージ A、スモール B っていうのと、あ、これもうちょい横に広く取ってる方がいいな。ラージ A、スモール B と、スモール A、ラージ B と、スモール A、スモール B ですか。で、これはまあメス側としておいて、オス側、ラージ A、ラージ B、ラージ A、スモール B、スモール A、ラージ B、スモール A、スモール B ですか。はい、よいしょ、一応して横にもライン引いとくか。あんまり横にライン引かないんですけどね、遺伝の問題やるとき僕はこのラインは。よいしょ、ちょっとごちゃごちゃしそうなんで引きましょう。一応縦のラインも引いとこう。よいしょ、はい。で、間を埋めていくと、これはラージ A、ラージ A、ラージ B とラージ A、ラージ B ですから、ラージ A、ラージ A、ラージ B、ラージ B ですね。で、その次下行きましょうか。ラージ A、ラージ A、ラージ B、スモール B ね、ラージ A、スモール A、ラージ B、ラージ B ですね。ラージ A、スモール A、ラージ B、ラージ B、ラージ A、スモール A、ラージ B、スモール B でやっていくだけですね。全部交配すると、そこに書いてあるような感じの表が完成しますよと。で、表現型の分離ね、これで大事なのは、こいつで大事なのね、こいつの自家受精で大事なのは表現型の分離比で、もうこの表消しますよ、いらないんで。表現型の分離比がかなり重要で、ラージ A、ラージ B、ね、表現型ラージ A、ラージ B、表現型ラージ A、スモール B、表現型スモール A、ラージ B で、表現型スモール A、スモール B っていうのが、こいつらがね、9対3対3対1になりますよという、これがかなり重要なんですよ。で、こいつは独立に遺伝子雑種の時にしか出ないんですよ、この分離比っていうのは。これと、あとその変形があるんですけど、こいつはなので頭の中入れててください。これを見た瞬間、これおよびその変形ね、その変形っていうのは次回以降の授業でやっていくんですが、こいつおよびその変形を見た時は独立に遺伝子雑種だっていうふうに見分けられるね、その目を皆さん養っておいてください、ね、OK ですか。はい、
それではね、今回の授業はこれで終わりにして、今回のこれだけはですね、今回のこれだけは、まあ、授業プリントに全部書いてある内容をお話ししたんですけど、今回のこれだけはこいつです。これね、しっかりと頭の中に入れておいてください。ね、こいつおよびその変形は独立に遺伝子雑種だというふうに頭の中にしっかりと叩き込んでおいてください。はい。それではね、次回の授業は遺伝子の相互作用というね、四角吸盤の内容からやっていきます。はい。それではね、次の動画へどうぞ。